やれるチャンスがあるならチャレンジしたいな、は難しいなっていう。身体的能力フォロワー数高い、30分以内に失点かレッドカードがボールはいい状況ではないし、改めていい選手かな。選択肢がヨーロッパでプレーすることに広がる、日本にいつか行ってみたいみたいな感じで思ってた。昔から左手にテーピングされてるじゃないですか。あれってなんか願掛けとかでされてるんですか？結構昔から気になっていて左手首怪我して結構ゆるゆるなんですよ、ね、左手首が。で、相手を抑えるのに左手結構使うんで、ちょっと固定してるだけです。全然願掛けでもなんでもないです。ただ手首がゆるゆるなんで固定してるだけです。黒なのもなんかそのチームカラーに合わせてみたいな感じなんですか今？あ、そうですね、ユニフォームの色に一応合わせてやる。ベイルスホットに移籍した2020年の夏ですね。で、まずそこを札幌からベイルスホットに移籍した経緯というかっていうのをまず伺いますか。そうですね、自分の年齢的にも海外にチャレンジできる最後のチャンスだと思ってたので、まあやれるチャンスがあるならチャレンジしたいなっていうふうに思って、まあそこのオファーっていうのを承諾して、札幌に承諾してもらって海外に行かせてもらいました。札幌がいいチームだったけん、シーズン途中で離れるのも結構いろんな思いがあったんじゃないかなって想像するんです。いや、そうですね、もちろん正直離れたくないっていう思いは強かったし、でもまあこのままでいいのかっていう自分の思いもすごくあって、なんか本当にもっとさらに成長するためにはチャレンジしないといけないかなっていうふうに思いつつ、でも札幌にはいたいしなっていうふうに思いながらいましたね。加入して感じたことっていうのはどんなことですか？オランダ語、フランス語、英語がすごい飛び交ってたんで、わあ難しいなっていう感じです。その言語がまず難しいなっていう感じでした。やっぱ地域柄、あの辺だとそういう本当多国籍じゃないですけど多言語っていうのがまず結構すごいインパクトでした。はい、インパクトありました。うん、英語で喋りかけてもフランス語で帰ってくるとか、なんかまあ英語で話したら英語で挟んで帰ってくるんで大丈夫でした最初は難しかったですけど、でも1年経った頃から、うん、全然何言ってるか大体全部わかるし、まあ、困ることはなかった。ベルスホットの場合、オーナーがサウジアラビアの王子様みたいな方じゃないですか。なんかその辺、なんかそういうところでなんかエピソードとかあったりしますか？いや、あんまり関わりなかったんで、あんまなかったですね、そこは。まあ、リーグだったり、そのチームメイトの、そのベルギー人、対戦相手のベルギー人選手だったりとか、特徴っていうのはどういう風に感じますか？まあみんな結構センターバックなんか190以上あってもすごい動けるっていう印象でしたね。個人の能力、身体的能力っていうところはすごい高いな。大きくても結構素早く動ける選手とか結構多いなっていう風な印象でした。こういうリーグの中でフォワードにどういうことをまずその監督からというか求められることっていうのはどういうことでした？まあ、僕の特徴である背後を抜け出すことだったり、まあ、そういったところを求められました。強みを生かすしてくれみたいな感じですか？はい。チームとして昇格1年初年度だったシーズンは素晴らしい戦いぶりだったと思うんですけど、2年目の低迷というか2年目かなり苦しいシーズンだったと思うんですが、はい、なんか難しさ、やってるって難しさっていうのはどんなところに感じました？いやー、まあ、相当難しかったです、ね。まあ、基本、とりあえず前半10分以内に失点か、まあ、レッドカードが出て、まあ、厳しい状況になって、まあ、そこからなかなか立て直せなかったですし、まあ、とにかく後ろにすごい重いんで、守って頑張ろうっていう感じだったんで、まあ、なかなか前に、フォワードにボールはいい状況では来ないし、クリアボールしか来ないしっていう状況だったので、すごく厳しかったです。なんかその中でも、フォワードとしてはどういうところを、もうなんだろう、
やっていかなくちゃみたいな感じで心に決めてプレーしてみました。うん、まあとにかく立ち上がり失点しないでくれっていう思いでやってましたね。そのまあそのために俺もできることを守備しっかりしないといけないし、まあでもそれでも結構失点したりレッドカードが出たりっていう状況が続いてたんで、まあ、すごい難しかったです。対戦した相手とか印象的だった選手、もちろん日本人選手も含めて、武蔵選手、誰か、どんな選手がいましたか？そうですね、森岡選手とか、まあ、本当にすごいベルギーでも活躍してて、まあ、シャルロワの中心選手としてすごい機能してたし、まあ、すごくなんか改めていい選手だなっていうふうに思いました。すごく頭もいい選手なのかなと森岡選手に見えてるんですけど、一応で相手にしてやっぱ嫌な選手って感じでした。そうですね、ポジショニングとかまあうまいですし、まあ、受けてからの判断も素晴らしいですし、まあ、パスを出す技術っていうのも高くて、まあ、ゴール前でもそのクオリティっていう部分も高いんで、すごくいい選手です。なんかアンカーからトップ下までできる感じの選手というか、そんな感じのイメージ。そのベルギーリーグに日本人選手が多く行く多い理由というかっていうのはどういうところにあると思いますか？おそらく結構ステップアップを目指す選手が多いと思うんですけど、まあ、そこからオランダのトップのチーム行ったり、まあ、フランスのチーム行ったりっていうふうに、まあ、選択肢がヨーロッパでプレーすることによって広がると思うので、まあ、そういうのを求めてる選手が多いんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。行くまでの準備というか、そういうところで必要なものっていうのは、その実際に行って2年プレーして、武蔵選手は今どういうふうに、その行く、これから行こうとしている選手に受けてじゃないですけど、準備として何が必要だったかって感じますか？準備、まあ、サッカーの準備は別にそのやっぱいけるいけないは自分の力で、まあ、調子もあると思うし、まあ、目の前の試合を全力でやるとしか言えないですけど、まあ、それ以外だったら、まあ、言語のところはやっぱり多少なりとも勉強しといた方がいいんじゃないかな、まあ、最低英語っていうところができといて、まあ、今後損はないんじゃないかなっていう。ベルギーで、まあ、2年プレーされて、ご自身の成長っていうのは、欧州で成長した部分、ベルギーで成長した部分っていうのは今どういうふうに感じてますか？まあ、その球際のところだったり、まあ、メンタル面のタフさっていうのは、まあ、だいぶ鍛えられたかなっていうふうに思います。ペールソート時代で今鹿島にいるエレケ選手とチームメイトだったと思うんですけど、どういうチームメイトというか選手でしたか？結構仲良かったですね。結構僕はアフリカ人系と仲良かったので、ブレッシングって呼んでるんですけど、結構家も近くて歩いて本当に 1,2 分ぐらいのところに住んでたんで結構陽気な感じの選手ですね。本当来るってなった時になんかじゃあ連絡とか来たりしましたか？ああ、撮りましたね。なんて言ってましたか？いや、日本楽しみみたいな感じで言ってました。なんか、日本にいつか行ってみたいみたいな感じでも言ってた。高田社長のやつだけ、なんか恋の波長があったのか、毎日楽しく笑顔で練習してれば大丈夫で、まあ、福ちゃんも多分天才型なんで、これほど大きなクラブに来たことなかったし、合格するプレッシャーに負けていたら、日本の個人の能力がどこまで世界に通用するか、アンダー16とかの代表から見てる僕の感覚では、